通称パシー大佐1911年6月9日から1998年12月21日はフランスの軍人。シャルル・ド・ゴールが第二次世界大戦中にロンドンで組織した自由フランスに参加し情報機関の長となった。ドゥバブランは1911年6月9日にパリの16区で6人兄弟の末弟として生まれた。彼の家族は ノール県で企業を経営しており、母方の祖父はアンブレーの市長であった。これじゅ、スタニスラスの後、リセルイコールルイコールグランに進み、高等師範学校を経て、エコールポリテクニークに入り、陸軍軍人として歩み始めた。1936年には、中尉となり、第4公平連隊に配属された。1938年には、 サンシール陸軍士官学校の教官助手となった。第二次世界大戦が始まると、モウに置かれた第九軍の司令部やベルギーのベルビエに、あった第十二公平連隊に配属された。1940年には、FR、アントワール・ビトワー,ート将軍率いる第一師団に配属され、ノルウェーの戦いに従軍することになった。しかし5月には、 ナチスドイツのフランス侵攻が始まり、第一師団は再編成を余儀なくされた。ドゥバブランは6月17日にブレストに上陸し、フランスに帰還した。しかしすでに勝敗は定まっており、6月21日にビシー政権がドイツに降伏した。1940年7月1日、ドゥバブランはロンドンでシャルルド・ゴール率いる自由フランスに入り、 対独抵抗活動を開始した。ドゥバブランは情報局を組織し、情報部門の長となった。パシーの偽名は、この頃から用いられたものである。情報局は1941年4月15日に、情報、行動中央局と解消、改組され、ピエール・ブロソレットや、ジャン・ムーランといったフランス国内のレジスタンスとの連絡に当たった。1943年には、 フランス軍の情報機関 f r ジエ m ビューローを国内で再建する活動を開始、レジスタンスの全国組織全国抵抗評議会の結成にも尽力した。10月に自由フランス軍とアンリジローを率いる北アフリカ級 b c 軍が合併されると、情報、行動中央局もそれに伴って解組された。アルジェに設置された特殊戦力総局の長には自由。 フランス情報省であったジャック・スーステルが就任した。1944年2月に、ドゥバブランは内地フランス軍のマリー・ピエール・ケーニングの参謀長となり、8月5日に、ウルターニュー地方のガンガンにパラシュート降下した。またパンポルの捕虜収容所解放も行った。パリの解放後の9月には、特殊戦力総局に戻り、アメリカ、インド、 インドシが中国などの作戦に従事した。11月16日に特殊戦力総局は研究、調査局と解消された。1945年4月18日にドゥバブランはフランスに戻り、研究、調査局の長官となった。しかしこの頃から、フランス共産党などの左派勢力によって、ドゴール派の運動資金に政府の資金を流用したというキャンペーンが行われた。 1946年2月、ドゥバブラムは横領の容疑が元で長官を辞職した。裁判では無罪となり、その後は銀行の理事やアメリカの繊維グループ DHJ のヨーロッパにおける最高経営責任者を務めるなどした。戦時中のレジスタンスを描いたジャンピエール・メルビル監督による1969年の映画影の軍隊では本人役で出演している。 息子のダニエルはフランス金属工業労働組合の長を務めた。ありがとうございます。